ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、ケイさんだけ殺させてくんないですか、じゃあ。頑張るぞ、それ。どこに行けばいい？じゃあ、メインホールで待ってます。来るか、議論で、いや、タンズリでいいだろうって言ってくれたらなんとかなるかなって思っての私だったんですけど、無理でしたね。議論が、いや、ハイブリさんでしょってなったんで、これは、良くない。あ、ちょっと待ってよ、これ初手だったらセット。あ、よかったよかった。ですさんがおじいちゃんになってる。魚はタスク何もしてなかっただけでしょ。あ、してないしてない。してないから使いたいだけだよ。堂々と言ってはい、タイムボタンですね。紙ボタン。おお、これ工藤丸さんと高田さん怒っていいんじゃないですか、このボタン。これはね、今本当に、はあ、ちょっと何があるあれかな。いや、もうしょっちゅうっすよ、こんなの。いや、でもね、このゲームはこれがしょっちゅうなのよ。何があったの？言わないです、これは。ここに待っとください。これはな、待っとくだろう。マットサイシスト。学童がね、配電盤に走ってったのを見た後にこのボタンでした。あれもう一回行くのめんどくさいのよ。工藤丸さんに関してはついたところで終わってたからな。まあ、全然初手工藤さんと一緒に湧いた方います？覚えてない。工藤さん、それも覚えてないです。初手工藤さんとお分けした。え、いつのか？そっからだったんですよ。さっきのターンかな。今はメインだったんですよ。もう一ターン前。あ、そういうこと。うん。初期貨物っすね。貨物。貨物で何やってたんですか？貨物の上の方のやつ。配線？配線です。で、その後トイレの方で。あ、じゃあ正解です。止まる。止まる。結論だけ言うと、工藤さん、助手線がむちゃくちゃ短かったので、2連続メインって言わないと多分成り立たないかなと。止まる。工藤の配線で出ないんで。止まる。お土産した方がいいぞ。ちょっと待って。じゃあ、ケイさんだけ殺させてくんないですか、じゃあ。頑張るぞ、それ。どこに行けばいい？じゃあ、メインホールで待ってます。メインホール、わかりました。いよいよ、お土産さん。一緒に行って。これもっと早く言うべきだった。優しい。もっと欲しくないです。クド、渡せおにぎり。それはおもろい。それは死ぬほどおもろい。天才じゃない、あの人。あの人天才やわ。これ最低や。シェリフだよ。やば。こういう殺す、こういうそういうプレイがアマンガスのハードルを上げるんやで。みんな。これから始めようと思ってるプレイヤーさんを一人で天国行ってろ。最低や。最低や。だから最高って言われんだぞ。マジで性格悪い。これマジでこれマット。ガチで強人やだ。これでケイさんに渡せば完璧っすね。渡せた方がいいよ。めっちゃ貧乏くじや。あ、これ。最低や。面白い。ひでえ、ひでえなー。これひでえわ。ひっと。ピカさん、さっきの停電中に死んでるかな。停電僕が貨物で直した。その後僕エレキ診察貨物ラウンジアーカイブシャワーの途中まで行ったけど死体はなかったんで左側で死んでそうです。
展望デッキには死体はありません。藤宮くんが証明してくれます。右で鬼木、ハイブリさんは見たかな。最後源さんがアーカイブに、でもそれは左側から入ってきていて、そういう感じかな。源さんの行動は気になるかな。あ、まあ一応、エレキから上がっていってるんですけど、私一応工藤さんを倒した実績は一応視聴者。あ、そうだね。3人いたのは見てる。エンジンコクピットも死体ないです。停電、いつ死んだ予想って言ったところ。停電中だ、停電中です。停電中、あ、停電中か。まあ前の序盤の方かな。停電中だったらごめんなさい。初手空きが貨物ってことなんですよね。あれ、俺は違ったっけ。あ、違います、違います。いや、左、あ、右には絶対死体ないと思ってますよ。ぐるーって死体発見しに、エレキ診察貨物ラウンジアーカイブシャワーって僕探していったんで、あ、で僕も貨物ラウンジアーカイブシャワーの、しかも覚え芸入力まで行ってて死体がないから、まあ、ほぼほぼ左だと思ってます。左はいたのは、魚富士宮高田、うん。まあ実践は鬼木が一番無理か。あ、ごめんなさい。なんで謝るか。強靭もらったか。いや、一応ね、じゃあ経路の説明をしておきますと、エンジンルーム脇で藤宮とほぼ並走してコミュニケーション前の扉閉まっていて、それを開けまして藤宮がで、ダウンロードをやり、一緒にね、でダウンロード終わりました、コクピットの扉を藤宮が開けてくれ、コクピットのタスクやって、俺がさっ、あ、で停電が起こっていて、藤宮が先に武器庫の方に抜けていて、はい、俺がその後並走して一緒に来て、で最終的には、うん、停電も治り、キッチン展望デッキアップロードまで一緒に行ってっていう状況。魚藤宮で城取り合える感じ。イエス。え、ピカさんの死に本当にないですか。まあ切る待ちでもいいっちゃいい場面だと思います、ね。一応浮いてんのが剣士ぐらいかな。まあ最後はもう渡されてますね、うん、多分この状態。死人がなさすぎる。まだ9人いるの。適当に打ってみますか。まだ9人いますからね。もう打てないでしょ。今朝もう打っちゃったんで。あ、そうそうそう。弾がないっす。工藤の死が忘れられてる。今のはひどい。そんな言い方するのが悪い。いやいやいや、違います。メイン脇。よし、ナイス。早っ、はい、多分オラフくん。え怖い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 。じゃあ状況の説明だけ一応してもらって、はい、シャワー室の奥で死体があって、その直前にオラフ君が死体の方が逆向きに走ってきました。え、ベント側？あ、いや違います、あのあれです、覚え芸の入り口ぐらいです。ああ、はいはい、覚え芸の入り口に死体があったってことですか。はい、マジで。え、僕はアーカイブし、うん、え、どっちから行ったかな。ちょっと待ってくださいね。多分アーカイブから行ってシャワー行った時に高田さんがメインホール側に抜けて、でシャワーのベントタスクをしに行ったんですよ。うん、で終わった後に、メインの方に抜けようと思ったらレポートが光ったと同時に K さんのレポートって感じなんで、うん、どっちかっていうと K さんよりも高田さんを疑ってます。高田さんは無理かな。じゃあ K さんマット一緒にいたから。ああ、ブラックでしょ。いや、僕はもう K さんがマットもらって高田さんが、メインに抜けたと同時にシャワーで消えてる。だってさ、オラフ君、僕と一緒に交差したの覚えてる？覚えてますよ、シャワーで。そこで僕レポートしてるじゃないですか。ってことは死体が…死体が抜けてるってこと？うん、ってことになる。あ、いや、だからオラフ君に見えてる。あ、それはしゃあないですね。そうなんだよ。僕は弁当タスクしてたんで。あ、じゃあ僕釣って高田さん釣ってもらっていいですか。あれ待って待って、え、あ、じゃあ
だからオラクメスも下位置は変わらないっていうことで合ってます。あ、ここのシャワー付近です。ですよね。ごめん、まあ、とりあえず好きな人に入れていいんじゃないですか。あらららら。死体分析しちゃってたのかな。うん。でもね、死体値はオラフ目線も絶対変わらないはずだから。深海系以外でいいんじゃない？高田圭一もしくはオラフ。うん。高田さん、僕のなんでいいっすよ。おお。まあ、高田さんに入れた一票申し訳ないですけど。あ、僕です。あ、大好き。うーん、ウィーン、ウィーン、え、はい、ハイブリさんの主体ミーティングルームで高田健司です。はい、ケイさんマットさんね。うん、かわいそう。なんでマジでなんで渡すんだよ。だんだん駆動お前切ったんだから渡すに決まったんだからよ。泥船に渡そうが悪いでしょこれ。もうなんでこれ地獄の一番クルーに貢献したのに負け陣営だけ。やだ、もうサイドキックカフェしてよこれ。ナイスワイキング。いい勝負でしたね。ごめんなさい。かわいそうこのクソゲーマジで。かわいそう。クソゲー言うね。負けか。かわいそう。あんなに綺麗に決めたのに、ね。確かに負けなんだ。負けよ。悪いこれ。これ。やっぱまあ人を騙すってよくないっすね本当に。ほんまやね。ほんまやだ。あと工藤は今ので学べたかな。はい、配線は展望デッキと、エンジンルームと、まあ、左側にしかないんですよね最初。メインとラウンジ。唯一初手にないのがミーティングと貨物。うん、そこピンポ引いたんですね俺は。申し訳ないです本当に。いや、そういうね、そういう議論誘導されたからしょうがない。かわいそう。ラウンジ以前じゃないと初手は分からないです。分からない。メインの女性があまりにも短かったので、あ、そうね、メインの2連発っていうのが最初そこからだったんです。そしたらまさかの敗戦。敗戦。貨物の敗戦の方で破綻する。終わった後。終わった後。じゃあ次行きますかね。お願いします。お願いします。